エリック・マイケル・ウェッジは元プロ野球選手 MLB ・クリーブランド・インディアンズやシアトル・マリナーズの監督を務めた1989年にボストン・レッドソックスからドラフト3巡目で指名を受け入団1991年10月5日ミルウォーキー・ブルワーズ戦にてメジャーデビュー1992年は自己最多の27試合に出場 同年オフにエクスパンションドラフトにより、コロラドロッキーズへ移籍。1994年スプリングトレーニング後、放出されレッドソックスへ復帰。1996年は、デトロイトタイガース参加。1997年は、フィラデルフィア・フィリーズ参加でプレーし、引退。引退後は、マイナース球団で監督を務める。2003年にクリーブランド・インディアンズの監督に、 就任。在任中に、球界を代表するピッチャーになった CC サバシアや、クリフリーなどを大きく成長させた。2007年には、同チームを2001年以来の地区優勝に導きその、功績が認められ最優秀監督賞として表彰される。2009年には、チームは低迷シーズン終了後に退団となる。2011年は、 シアトルマリナーズの監督に就任することが決まり2010年10月19日に監督就任会見をした。2011年のマリナーズは最下位に終わった。2012年は前年に引き続きシアトルマリナーズの監督を務めるが最下位になる。2013年も同チームの監督を務めるが71勝91敗の4位で終わる。また、 その後の契約延長はせず2013年シーズンをもって同級団を退団となった。ありがとうございます。